えー、全然落語と自由とロックにはなってないかもしれないけど。なってるような気もするけどな。な,な。まあそう。うん、フリーとラブ、同志者フリーとラブみたいなね、うん。うん。 フリーとラブはでもさ、めっちゃ感じたよね。私はほんまに感じたけどな。どうした。あの、なんていうのかな。やっぱり、あの、なんていうのかな。こうセルフエスティも高い子やっぱ多かったのよ。今から思っても。いやまあ、あ自分大好きみたいな。自分が大好きやから、こういろいろやりたいことがどんどん出てくるし、うん、積極的に面白いなと思ったことに、どんどんこう、あの、 飛びかかって、それをゲットしに行けるみたいな子たちが多かったのは、それは、すごく愛され、愛されてというか何やろ、恵まれて育ってきたし、愛されても育ってきてるっていう子たちがやっぱ多かったなと思うねんな。そうね。で、何人かそうじゃない子もおったんやけど、うんで、そうじゃない子の悩みっていうのがまた出てきたときに、それをこう、包摂しようとする子たちがおった。ちゃんと聞いてあげよう、みたいな。うん、うん、だからそういう、そうじゃない子たち、 にとっても多分ある程度居心地がいいというかその仲間ができやすいことによってその子のセルフエスティームも上がるみたいな空間やったなと思うのやん。同情、ね、その頃の道場ないで、俺高校も中学校も、うんその。その文化圏の中にあって、そうやな。うん。そうや。楽屋まあ、すごい京都の持ってる、うん。自由と責任みたいな、うんうんうん テーマを、うん、がまだ香り立ってたので効率もそういうそういうちょっと反体制な感じ、うん、っていうことの空気をもう本当に深呼吸するたびに吸ったな、うん、中学の高校も、うん、でもさ今もそれ結構京都は、ね、根強くまだあるんちゃうのかね まあ、でも、そうやな。そんなことないのそこは、例えば、自由っていうことを享受するのって意外と、その、なんていうかな。放任されるっていう感じになるから、学生とかが。うんうん。自由であるっていうことって、何にも構ってもらえへんっていう寂しさもあるってなっちゃうから、その。 ある程度、なんていうかな、勝手にやっておもろいことを見つけていける能力ないと、うん、なんかもっと過保護にしてほしいっていうリクエストはあるんやんか。え、例えば具体的にどういうこと学園生も自由にあったらいいよって言うんだけど、先生もうちょっと、なんか、あの、何したらいいか教えてくださいよみたいなこと言ってきた。決めてくださいみたいな。そう,そう。で、責任を、うん、 責任、うん、もうルールがあれば、なんか責任じゃなくて、うん、そのルールに従ってたらいいし、みたいになった時に、なんかソフト、ソフト管理を望む傾向は、ちょっと感じる。うん、今の子たちが。へ、うん、えー、なんでやろうね。<laughs> そ,その前段階として先生たちが、窮屈にされていくっていう。うん し、働き方を。なん、どういうこと例えば、クラブ活動は、クラブ活動は仕事じゃないとしてほしいっていう先生が結構いたりするわけよ。うん、は逆に。そうそう。ほんで<ー>あの、アウトソーシングしてほしい。うん、その、忙しすぎるからってなるわけ。あ、そういう意味ね。例えばね。はいはいはい。と、こ、はいうん、の、ほんで、しかも、タイムカードを押すようにしましょうとかになってくるわけ。うん なんか、指導に関して。うんうん、そうすると何が起こるかっていうと、うん、昔は、勉強をめっちゃ教えたい先生も、うん、クラブをめっちゃ教えたい先生も、残業なんていう感覚じゃなくて、うん、たくさんもらって、うん、やりたいことやらせてもらってますみたいな感じで、うん、とことん学生と付き合ったり、<ー>クラブの指導者、はい、マニアックに勉強したりしてたんやけど、 全部が管理体制になると、うん、この人はすごい働いてるから、うん、給料払わなあかんようになるから残業しないように帰ってくださいみたいな働き方改革みたいなことになって。なるほど。で、働いている内容もどんどん親が干渉してくるから、好きなことだけやってる先生がやっぱ批判されて、パッと子供の世話してください、管理してくださいみたいになってくるわけよ、全体で。そう,んうん、うん、そう、生せ自由なことできてない、なね、学生どんどん窮屈になる、うんうん 自分たちの方でじ、うん、自己肯定感みたいなのを発見する時間も減る、冒険できなくなるみたいになってきて、うん,うん。じゃあ、行儀よくしておくのが一番窮屈じゃないってなるから、うん。それってなんか変だよねっていう子は学校からドロップアウトしていくよ、やっぱり。はぁ、あ。難しい問題ねそれでも日本中で起きてるよね、それ、要するに。多分そう。 なんかさ、そのちゃんとするせなあかんっていうことで失ってしまうものって、すごく矛盾はあるよね。そのだから残業の問題とかも確かに残業はそら少ない方がいいけど、でも好きなことはしたいや、みたいなところのさ、そう,そ,うそういうのって昔ってどうして、なんでうまい、うまいことい、うまいことも言ってへんかったのかななんで、ああのー、なんかもどういうことが、 っっってきててきこううななたののかない興味やる先生は勝手にやってるし、うん、サボってる先生は勝手にサボってたんやと思うねうん、昔は昔はで、うん、それとも生徒も親も許してたんやと思ううううん、うん、うん,うん、うん、でその中で自分が興味を持つ、うんうん、サボるのが上手,や上手やし面白い先生に行く子もいれば、うん、年間やしひっつく子もいてみんなそれぞれ多様に先生と関わっててうん それは、なんか、誰が得してるかとか、誰が仕事をして損してるかとかっていう概念じゃなくて、みんなやりたいって言わてたよ、うん、単純に、うん。なるほどね。だけど、それを、ちゃんと条件をみんな揃えて、平等、うん、に,に,にしましょう、みたいになった時に。そうや、んうん、そうやな。なんか、いや、平等に好きなことやってたんですけど、っていうことが、うん。うん、なかなか通用しなくなっちゃったっていう。うん。 まあでも、バンド運営とかでも一緒やん。<る>その、全員均等に仕事しましょうとか言い出したらさ、もう崩壊するやん。<laughs> その、不悔 <laughs> で、いでやりたいことだけやってるからさ、それはね、うん、もうちょっとやってくれたらいいのにと思われてても、できへんやもんとか言ってることが許されてるときはうまくいくのに、<laughs> うん。ルール決めなかったら突然難しなるやろ。うん。 目標を一緒に従うよね。うーん。<の>ああ<ー>。共通の目標で、そのためにはどれが正しいかっていうロジックが必要になるから。はあ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 。だから、ものすごい勉強を教えたいっていう先生の目標と、自由をクラブ一生懸命やってほしいっていう先生の目標は違うやんか。うんう,んう,んう,んうん。その、うん、いろんな目標を持った人が混在しているっていうことが許されてたと思うやんか。 うん、それがあんま許されてない感じっていうのはある,る、うん。事業計画じゃじゃね。もうそれがもうすごくはっきりしてないと、うんうん、目標なんかないやん、学校にって, <laughs> っていう。俺らが勝手に見つけんねんって生徒の時思ってたは,いは,いはい。はいはい、与えてほしい,い。いや、そんなん言い始めたらもうあれやで。あのー、 福祉の世界とかがあってさ、個別支援計画ってちゃんと目標がものすごい立てなあかんのよ、ちゃんと。で、その個別支援計画に基づいた目標っていうので、どういうふうに支援するかっていうふうな、あの、立て付けになってんだけど、支援が。それとかも、あの、まあ、もともとは、もともとはな、その全部こっち側の押し付けで、あのー、なんていうのかな、こう、 利用者のやりたいことっていうよりも、いや、こうなってるから、あんたはこうしなさいとかっていうふうな世界の、あの、なんていうのかな、こう、施設に無理やり入れられて、そこではもう生活のサイクルが決まってってみたいなとこから、いや、自分がやりたいことがあるから、これに合わせて支援してくださいよっていうのがそもそもの趣旨やったんやん、その個別支援計画って。でもそれが、なんか今はもう、大抵、ちょっとそういうところから、 あの、どっか行ってしまって、なんか、とにかく、なんか、やりたいことがあろうが、な、なかろうが、とにかく何かこう、目標っていうものを立てながらやらないと、それはもう、運営が、仕事ができないっていう、なるほど。ことになってしまってる。なるね、それはあの、あの悪しき文書主義というか、官僚主義みたいなことにすぐなってしまうっていうことなんやろうね。なるほど。本来は、そう、そそ<の>多様に対応しようとしてるんやな。 そうそう。だから最初のこう一番最初の初期衝動みたいなさ、そういうロックな、もうそもそも最初はみんなきっとロックな思いなんやけど、そのロックな思いがだんだんやってるうちに全くこう、違うものに変節していって、ものすごいこう、形だけのものになって、そのロックな魂が一切帰り見られなくなるっていうのは、<laughs> 起こりがちなんやね、この世の中はっていうのは。 「やっぱり僕は君が好き」